ゃあ頑張っていきましょう。まあでもどっちかというともうここだよ。皆さんこんにちは。こんにちは。当該学生サッカーリーグ第6節名古屋産業大学戦をお送りいたします。実況は私永瀬亮が、解説は私斉藤亮がお送りします。さあ見ていきましょう。前半は静岡大学ボールのキックオフです。さあ前半2分です。長いボール、相手ディフェンダー跳ね返します。セカンドボールを拾いたい。うまい。さあ中盤素晴らしい。さあ竹内、右サイドの突破、足の速い選手です。さあクロスボール、お来たか。ああこれキーパーキャッチリキャッチ。まあ、前半からこういうクロスシーンを作れてるのはいいことですね。そうですね。さあ前半6分です。さあ長崎産業大学がボールを持ちます。さあ長いボール、ナイス D、 しっかり弾き返しました。しかしセカンドボールを拾われます。縦パス、ボールもしっかりキャッチ。おーっと奪われた。縦パス、やばいやばい。あー失点。いや早い時間の失点は控えたいですよね。やっぱりなるべく立ち上がりですからね。立ち上がりは固くいきたいですよね。さあ静岡大学、細かくボールをつないでいきます。ここも竹之内。さあ竹之内、右からいいボール入ってくる。おお惜しい。いいボール入ってますね。決めきれないですね。決めきれないですね。まあ、けど右サイドはかなり優位持って試合進めれてますね。そうですね、前半はそうですね。相手ディフェンダーとの相性でしょうか。さあ名古屋産業大学ボールを持ちます。さあ抜いてくる、シュート、これはポスト、何度か助かりました。さあ前半28分、静岡大学ボールを持ちます。さあ縦パス、さあ川内、素晴らしい出足からまた竹之内だ。さあ右サイドが突破してます。さあ低めの位置からクロス、ここは井村、井村からポケット、杉山、いいシュート。惜しいですね。惜しい。左足のフィニッシュ、コースは取られてましたがキーパーもナイスキーでした。さあ前半32分、相手キーパーのロングキック、さあ弾きたい、弾いた、セカンドボール回収、ナイス、素晴らしい。右に展開します白石。さあここも竹之内。さあ斜めのボール、白石、白石、わあナイスキーパー。お杉山、もう一個、ああ阻まれます。ディフェンス硬いですね。硬いですね。しかし前節に比べるとやはり攻撃がだいぶできてますね。そうですね、いいことだと思います。さあ前半38分、左足には、これ直接入っちゃうんですね。えぐいねー、には。さあ見ていきましょう。左足、このボール、ストーン、ストーンと、ストーンを越えてストーンと押してきました。えぐい。もう丹羽さん倒されてます。えぐいですね。これは今季初得点、直接コーナーです。素晴らしいですね。さあこのまま前半は終えたいところですが、さあ神殿、えぐい、うまい、オッケー、ナイス。さあここで前半終了です。もう後半点取れば勝てるんで何度か行きたいですね。そうですね、行きましょう行きましょう。後半開始です。名古屋産業大学前にびっちり張り付いてますね。人が多い、これ怖いですね。これ怖いですね。さあ後半2分、さあ細かく繋いでいきます。おっとここやばいかもしれない。うわー打たれた。いやーいいシュートだった。ニア抜かれましたね。これは完全に綺麗にやられました。綺麗にやられましたね。さあ白石、力強い突破、ここからシュート、うわーナイスキーパー。相手キーパーも上手いですね。相手キーパー上手いですね。さっきから好セーブ何度もありますね。さあ後半23分、ワンツーで抜けてきます。おっとこれはこれ PK ですね。与えてしまいました。いやーこの時間帯3点目は痛いかもしれない。しかしまだ分かりません。いやー逆、いやー PK 上手いですね。これ多分同じサイド飛んでも止めれないですね。ですね、コースも良かったですよね、はい、だいぶ。さあ名古屋産業大学の攻撃が続きます。ちょうどこの頃にセンターフォード変わってでっかいのが入ってて嫌でしたよね。いやーナイスキーパー。 おこれどうですか。これもう決まりました。これ決まりましたね。キーパー気持ちよかったですね。決まってますね。バッチン入ってますね。そうですね。さあ静岡大学フリーキック、
いいボール入ってきます。しかしこれカウンター決まりきらない。あー試合終了、3対1敗戦ということで。振り返ってみていかがでしたか。まあそうですね、チームとしてはやはり1得点取れたっていうのが本当に強いことだと思いますし、ただ個人的には3失点してしまって、やはり結果としては負けてしまっているので、次節は無失点でチームとしては本当に勝利を勝ち取っていきたいと思います。勝利勝ち取りましょう。